アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月20日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2002 X3 リーグウエスト最終節となります。愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。その試合開始まもなくという状況になりまして、両チームサイドラインに陣取っております。両チームの簡単なご紹介をさせていただきます。手前側に陣取りますのが、本日ホームチームとしてカラーユニフォームをまとっております愛知ゴールデンウィングス。1989年創部で、そしてここの4シーズン常にリーグ戦優勝を果たしている強豪チームです。しかし今シーズンはその幼稚となります磯野の試合にいっぱい血まみれ、この敗戦が痛恨の敗戦となり、結果的に今シーズン優勝の可能性はなくなりました。しかしここまでその上位勢の力を遺憾なく発揮し、この一戦にその来季に希望をかける形の一戦に挑みます。その対戦相手となりますのが、反対側に陣取っておりますホワイトのユニフォームをまとっております佐藤建設スタンディングウェアーズです。こちらは岡山を拠点にしましたクラブチームで、かつてはセリオスタンディングベアーズとして社会人一部リーグでも活躍しておりました古豪チームです。現在は佐藤建設をスポンサーに構え、こちらも今シーズン優勝争いに絡んでおりました。しかしこちらも磯野との一戦にまみれ、この優勝の争いを失う形になっての最終節となりました。しかし両雄その意地を見せよう形で今シーズン最後の一戦に挑みます。まもなく試合開始の時を迎えます。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年11月20日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、 2022X3 リーグウエスト最終節になります。愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これより試合に先立ちまして、両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取っております、本日カラーブラックのユニフォームをまとっているのが愛知ゴールデンウィングス。奥側バックスタンド側でホワイトのユニフォームをまとっているのが佐藤建設スタンディングベアーズです。愛知キックオフ、佐藤建設リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。両チーム両サイドに変わりまして、試合開始のキックオフの時を迎えます。愛知はキックオフキッカー2番毛利が務めます。名城大学出身。
佐藤建設リターナーを2枚配置いたしました。2番と8番が配属されています。佐藤建設リターン2番、中央突破を図ります。このリターンにより佐藤建設自陣26ヤード付近からの攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは佐藤建設の攻撃です。佐藤建設自陣27ヤードの位置からのファーストダウン点となります。1回目の攻撃となります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。佐藤建設ファースター。まず佐藤建設はクォーターバック26番ハンドオフェイから自らキープし、右オープンへ展開して攻撃権更新のランを決めました。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃1回です。これにより10ヤードを佐藤建設はいきなり取りましたので、いきなり攻撃権リセットでファーストダウンに戻ります。これにより佐藤建設は自陣40ヤードからの攻撃となります。佐藤建設ファーストダウン10、再び1回目の攻撃から始まります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。パス不成功。クォーターバック26番、今度は左にロールアウトしてワイドレシーバー8番にパスを投じました。攻撃は開始地点より後方より一度だけ前に投げることができます。このパスプレーを敢行しましたが、しかしワイドレシーバー8番へのパスはショートし、パス不成功となっています。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして佐藤建設自陣40ヤードの位置からのセカンドダウン点となります。2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は10ヤード。今度はランニングバック2番に託して右オープンへのランプレーでしたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。この反則は果たしていずれにあったか、まもなく審判団からコールがあります。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけが許されています。この反則により10ヤード抜体という形になり、セカンドダウンやり直しという形になります。これにより佐藤建設自陣30ヤードに下げられまして、セカンドダウン20で攻撃再開です。成功。ファースター。ここでクォーターバック26番、左ロールアウトからロングワイドレシーバー1番へのロングパス、これを1番見事伸び上がりましてキャッチして攻撃権更新です。このキャッチした時点で倒されたので、ここまで前進という形になります。佐藤建設結果的に攻撃権更新となりました。佐藤建設ファースター。佐藤建設これにより相手陣47ヤードの位置に入りまして、ファーストダウン点となります。ナイスラン、ファーストランニングバック2番、ハンドオフを受けて右オープンを疾走。相手ディフェンスを見事なステップワークで振りほどき攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。見事ランプレーにより1回で攻撃権更新を果たしました。素晴らしいランを決めたのは佐藤建設ランニングバックの2番、諸本、日本体育大学出身のプレイヤーです。佐藤建設相手陣31ヤードに入りまして、ファーストダウン10。
攻撃権更新、必要距離は10ヤード、そしてエンドゾーンまで31ヤードの位置です。QB スタート。クォーターバック26番、ここでパスを投じようと身構えましたが、それを見計らい、愛知53番が QB スタート。パスを投じる前に倒しました。これにより5ヤードロスを奪っています。見事 QB サック決めました愛知ゴールデンウィングス53番、素晴らしいプレーでした。佐藤建設セカンドダウン15の状況となります。ボールオンは相手陣37ヤード。さあ今度はランプレーによる突破を図りました。キャリア20番ハンドオフを受けてタックル受けながら密集点をつきましたが、ゲイン約6ヤードにとどまっています。しかし素晴らしい粘りのあるランプレーでした。何枠20番は佐々木、一橋大学出身。佐藤建設相手陣35ヤードからサードダウン9、3回目の攻撃で攻撃権更新、残り距離9ヤード獲得することができるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック26番ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパス合わず、パス不成功となっています。ダウン1つ進んでフォースダウンと変わります。しかしクォーターバック26番、相生素晴らしいクォーターバッキングを見せています。佐藤建設フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄です。これにより陣地挽回を図ります。しかしこのパントはプレッシャーからショート、結果的に愛知陣30ヤードを超えたところで外に出ました。この位置で攻守交代という形になります。佐藤建設順調な出だしで攻撃を進めておりましたが、しかし愛知のディフェンスのプレッシャーに遭いまして、この攻撃結果的にパントで終わりました。しのぎました愛知、自陣25ヤードからの攻撃に入ります。愛知自陣25ヤードからファーストダウン10。今度は愛知の攻撃となります。愛知自陣25ヤードから1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス成功。ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターバック7番ランプレーのプレーアクションからフェイクしまして、ワイドレシーバー8番にパス、これを8番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター、素晴らしいパスを投じたクォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身。取りましたワイドレシーバー8番はビリー・ヒューイット、アメリカタレオン、ステートユニバーシティ出身のプレイヤーです。さあこれにより相手陣に入りましてのソファースターに入りました。再びクォーターバック7番ワイドレシーバー8番にパスを投じました。ヒッチパス、真横に近い前パスを投じまして、ここからのキャッチアンドランにより約5ヤードのゲインとしています。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトになっています。負傷者の対応終わりますのでしばらくお待ちください。まもなく試合再開となります。愛知相手陣43ヤードの位置からのセカンドダウン5で試合再開となります。
今度はランニング枠1番へのフレアパス、真横に走ったランニング枠に横パスを投じまして、そこからキャッチアンドランさせました。これが見事決まりまして、愛知攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター、素晴らしいキャッチアンドラン見せましたのは愛知ゴールデンウィングス1番の勝本、関西学院大学出身。愛知相手陣36ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。愛知ファースター、今度はワイドレシーバーに入っていた30番へのヒッチパス、これを取りました。30番、左オープン展開して攻撃権更新です。愛知ファースター、攻撃権更新を重ねております。愛知ゴールデンウィングス見事な攻撃手綱を引いておりますのはクォーターバック7番の長浜です。大阪市立大学出身、取りました30番は近藤、愛知大学出身のプレイヤーです。さあファーストダウン10の状況、愛知今度はどのようなプレーでしょうか。パス不成功、クォーターバック7番、今度は外へ同じく振ると見せかけて1点中へのパス、切れ込むようにワイドレシーバー30番にパスを投じましたが、失礼、18番にパスを投じましたが、このパス不成功となっています。愛知相手陣24ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はハンドオフから中央突破上がりました。しかしこれは佐藤建設ディフェンス陣93番が素晴らしいカバーしまして、中央突破図らせず2ヤードのゲインにとどめています。託されましたランニングバック35番は水野、日本福祉大学出身。タックルしましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ93番の選手でした。愛知相手陣23ヤードからサーダン8、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック7番パスプレーに戻り出ましたが、これを取りましたのは佐藤建設4番、インターセプトにより攻撃権ダッシュ成功となりました。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ4番の池田、一橋大学出身のプレイヤーです。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。リターン中に反則がありました。リターンをしている際に佐藤建設側にホールディング、相手選手を掴むという反則がありました。インターセプトの後ですので、インターセプトが終わりました、その止まった地点からの10ヤード抜体となります。したがって攻守交代は成立となりました。佐藤建設自陣17ヤードの位置に下げられますが、攻撃権ダッシュです。佐藤建設ファースター、攻守がありまして、今度は佐藤建設の攻撃となります。佐藤建設自陣18ヤードの位置にボールがセットされまして、ここからのファーストダウン10となります。さあまずランニングバックのランプレーに図りました。ハンドオフを受け中央突破を託されました20番、タックル受けつつ約5ヤードのゲインとしています。ランニングバック20番は佐々木、一橋大学出身。佐藤建設自陣23ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。
これは愛知ナイスディフェンス。佐藤建設、ここでアイフォーメーションからテイルバック29番の突破を図りましたが、これを愛知99番が見事に対応しまして約4ヤードロスに変えました。キャリア29番は上野、龍谷大学出身。これをタックルしました。愛知ゴールデンウィングス99番は近藤、南山大学出身。佐藤建設、サーダウン9、ボールオン自陣19ヤード。ここをランプレーで突破を図りました。ハンドオフされました。ランニングバック20番、右オフタックル付近をつきましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。佐藤建設、フォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。パンターは20番の佐々木が務めます。このパントは相手陣に入りまして愛知陣47ヤード付近で攻守交代となります。双方ともその序盤戦においてディフェンスの奮闘により得点機を上げられない状況が続いております。打開するのは果たしてどちらになるでしょうか。愛知自陣48ヤードからファーストダウン点の攻撃に入ります。愛知ここでワイドレシーバーにシャベルパス、そこから左オープンのランプレーを展開させようとしましたが、しかしこれは佐藤建設陣ディフェンス集まりよく約3ヤードロスに変わっています。アメリカンフットボールは攻撃前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほどのシャベルパスをキャッチアンドラン図らせましたのはターゲット30番近藤でした。愛知大学出身。愛知自陣45ヤードからセカンドダウン13、ここでホイッスル。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス0点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、両者無得点で第二クォーターに入ります。